ですか。それでは、あの未公開例会を始めます。最初に麻生会長からご挨拶を頂きます。では先週は北京に政府特使として派遣をされておりましたので欠席をさせていただきました。さて、政局は勝ってない状況になっております。多分新憲法ができまして、この方60数年間の間にこんなことはただ一回もなかった。これだけははっきりしていると思っております。それはかかって菅総理がいつ辞めるかがわからんから、新聞に書いてある話も所詮は予想の域を出ない、そういった話であって、私どもとしてはこれは明らかにこの菅総理の去就というのに焦点が絞られてきていると思っております。自由民主党は政権を奪還したいから不信任案を出したわけではありません。我々はこの菅という総理大臣の下で、少なくとも今までいろいろなことをされておられますが、少なくとも今は復興という対策のためよりは自分の政権の延命に優先順位が高く置かれているという結果、不幸なことになっているのは被災者であり国民ではないかということを申し上げているのであります。少なくとも海外からも、少なくとも信頼という名のライフラインを切られたという形になっているのも事実だと思っております。今降りておりますのは、少なくとも例えば責任を転嫁されるという意味で消費税、あ、それ自民党のせい、尖閣列島、あ、それは海保のせい、東電の話、連発、あ、それは東京電力の話、あ、全部人のせいにして、自分の責任は全くない、自分の責任を取ることはないというような話をどんどんされておられるっていうのは、これはどう考えてもおかしいんじゃないのかと。そこでみんなで不信任案ということになったら、始まる前になったらいかにもやめますかのごとき演説をされる。騙された方が悪いか、騙した方が悪いのか、これはあのテレビを見たら、これはどう考えても騙した方に価値があると、私どもはそう確信をしている。やめやめ詐欺やということを横浜で言ったんだっけ、どっかで言ったら、テレビはやめやめ詐欺しか映ってませんでしたけど、あと他にまともなことも言ったんですが、やめやめ詐欺しか映っていません。まあこれはテレビはいつものことですから、そういうことになるんですが、これが基本的には菅総理としての本質なんだということを、これは多分多くの人が思っておられるんだと思います。で、最近は取ってつけたように 1.5 次補正、こういう言葉も行き回らがって聞いたこともない言葉なんで、 1.5 次って何を5次するのかなと思ってたら、いや全然違うんだ、1.5 だという意味だと言われて、へえと思って、どういう意味ですって言ったら、よく意味がわからん、あやい話が、とにかく公債を発行しないでできる範疇までやります、何もあなたじゃなくたって誰でもできますよそんなことって、ということだと思っているんですが、少なくとも我々としては政調会長会議3党のあれでやった合意の文書があるんだから、その文書の通りやりますと言って、あれサインしたんだから、その通りやってもらう、早くやってくださいということを申し上げとるんです。そこのところは一向に進まない、今までずっとだということを申し上げているのであって、その場しのぎ以外の何もんでもないんだというように確信をしているところです。したがって今国民が求めているのはもう100日から経って、これは明らかに結果を求めている、今政治に対して結果を求めているんですが、その結果を出すための障害になっているというのが菅総理大臣という存在そのものだというんであれば、菅総理に辞めていただく以外に他に方法がないと。そして辞めていただいて、あとどのような形で民主党がいろんな形を考えられるでしょうが、我々としてはその新しくできた政党の中で、我々としては国民の今非常に国難とも言えるべきこの復興にために我々は協力していく体制、協力していく姿勢がありますということはずっと申し上げておりますが、この菅さんという人とやれる気だけはありませんということをずっと申し上げております。いよいよそういった時期になってきているんだと思いますが、
少なくとも民主党の中でこの問題を決着させるということをされない限りは、いかにもついこの間まで、国会はついこの間やめることになったんですよ。来週は国会閉めることになったのよ、ついこの間まで。大騒ぎの真っ最中に国会議員だけ夏休みだけ取れるのかよって、おお面白いこと考えてんねと言ったら、最近はそのことも今疲れてなんか夏休みだけ取れませんとかいう話も、そういうことも使っておられるみたいで、それらに結構ですが、国会期を延長してきちんとやるって話と、菅総理はその会期いっぱいまで残られるって話は全然無関係な話なんであって、そこのところもはっきりしておきたいと思っています。いずれにしても一日一日も早い決着ができるように、つけられるように、我々としても最大限に努力していこうじゃありませんか。よろしくお願いします。それではメディアの皆さん、すいません。